今日はおけつに効くツボを4つご紹介します。くるぶしから4本分上がったところにあるここ、うつねの内側ですね。ここが三陰交というツボになります。ここですね、押さえてどうですか？痛いですね。はい、女性の三里とも言われまして、非常に冷えやむくみのある方は痛いところです。両方ともありますので、くるぶしから4本分上がったところですね。ここがツボになります。このようにゆっくりと押していって、またゆっくりと離すという刺激の仕方をします。ここが三陰交ですね。この親指と人差し指の間で指をこう辿っていって、滑らしていって止まるところ、骨際のところ、これが対象っていうツボですね。痛い。これもおけつに効くツボです。代表的なツボですね。ここもゆっくり押して離す、ゆっくり押して離す、このように押しますね。はい、反対もございますね。ごめんなさい。いいえ。押して離す。押して。離す。このしか。こっちが三陰交ですね。このように押します。こっちもこうですね。はい、そしてこのまま今度は膝から3本分。ここは結界、血の海と書きますね。膝の痛みにも効くツボになっています。ここが結界です。ここはどうですか？痛い、気持ちいいです。そっちは、はい、はい、こちらも3本分目でですね。ここが結界ですね。どうですか？痛い。痛い。はい、左側の方が痛いですね。痛い。ここが結界です。はい。で、足の方は以上の3つですね。対象と三陰交と結界ですね。次は背中になります。この肩甲骨の下端、肩甲骨の一番下の端ですね、の高さにある膀胱系の背骨の脇、ここが角湯というツボになります。ここがおけつに効くツボ、背中のツボ、角湯です。どうですか？気持ちいいけど痛いです。はい。指で押してもいいですし、今の押したラインを、場所を温める方法でもいいですね。温熱療法でも効果があります。肩甲骨の肩の高さで、背骨の両脇、各湯です。以上がおけつに効く代表的なツボ4つ、対象、三陰交、結界、角湯です。ありがとうございます。